アニモ世界一ストイックな怠け者、鉄拳鉄拳です。はい、ということで、さっきの阿部の生命ちゃんの歴戦映像、いや強かったですね、阿部の生命ちゃん。まさかマーリンだとか、まあ、孫権まで倒しちゃうとは。はい、もうあの映像はもう必ずね、みんなに見てもらいたいんですが、その中で、まあ、今回急遽招集してお集まりいただいた SKG メンバーですね、そのメンバーが最後話してた内容、テケニープロデュースのテケコがセンターの SKG48、 これ何言ってんだろうと思って遡ってみたら、はい、どうやら、はい、こちらですね、放置少女と SKE48 がコラボをするというようなことをつぶやいており、それに対抗して SKG48 の話が出てたんですね。これなんかの冗談かなと思ったんですが、マジでありました。本当でした。またすごいコラボですね。11月21日から SKE48 と放置少女が少女×次元を超えた恋ということで、久しぶりのコラボイベントが実装されますね。この3人は誰でしょう、当ててみてねと書いてありますが、ちょっと見ていきますか。まあ、とりあえず細分岐ちゃんと巴御前ちゃんと上泉信綱ちゃんですね。運営さん巴御前ちゃん好きですよね。さあ、そしてこっちは、うん、わかるか。あ、でもちょっと顔うっすら見えますね。まあでもわかんないっすよ。SKE がそもそもそんなにわからないので。あ、でもこっちは顔映ってない。こっちの子はちょっと映ってますね。もう SKE メンバー、松井玲奈と松井樹里奈と、いやもうあと思い出せないですね。なんでこれ松井玲奈にします。私の中であの指原莉乃とかが活躍してた時代しかわかんないんで、はい、こちら松井玲奈と予想したいと思いますが、もうきっと卒業してますよね、とっくの昔に。なんで絶対現役の子ですよね、これきっと。いや、一人も知らない可能性がありますが、ちょっと SKE 詳しい方もしわかったらね、コメント欄なんかで教えてください。でも薄く見えるこのイラストの感じ、めちゃくちゃ両立ち絵な気がしますね。これ MR で来るんですかね。ちょっとレアリティは書いてませんが、正 MR で3体とかだったらさすがに検証入れるか怪しいですね。何年かぶりにもう検証なしのエアップ解説だけで終えちゃう可能性すらちょっとありますが、まあ、強かったらね見ていこうと思いますが。あ、でも待って、これ帽子が猫耳ですね。この子は投票するかもしれない。で、この子だけ本当に顔面が全く映ってないんですよね、うっすらとも。で、一人だけ清掃系な感じで。いや、これだけだとわかんないですね。まあ、大体、放置少女、コラボキャラクターそんなに強くしないように、まあ、過去の事件があってしてるんで、まあ、なんなら、正 MR じゃなくて、純 MR にしてくるんじゃないかなという気がするんで、まあ、やって、例えば、エリスみたいな上杉謙信と同じような動きをするキャラクター入れたり、ぐらいのことはしてくるかもしれませんが、まあ、基本コラボキャラクターそこまで強くならない印象。コラボキャラクターがゲームの派遣握っちゃうと、コラボ終わった後にゲーム始めた人からのクレームが出たりした過去があったりしたんで、そこまでだとは思いますが、はい、どんな立ち絵とスキルになるか、まあ、ちょっとね、この3対3でこう対立させてるのであれば、まあ、この真ん中の子がバッファー で左上の子がガチガチのタンクで、で右上の子が超防御虫系のアタッカーになるかなと予想したいと思います。まあ、でも奮起とかでバフをつけるのアイドルっぽくていいですよね。うん、奮起キャラクターは一体いるかなと予想しておきますか。あと運営さん、あの5等分の花嫁の時みたいな40万元宝ぐらいかかるシステムだけはご勘弁ください。はい、そして11月21日ですね、放置少女と SKE48 のコラボがあるので、実装されたらなんだかんだどっかのサーバーに SKG48 グループでも作って検証してる自分がいるかなと思いますんで、はい、楽しみにしていてください。はい、それでは。